高校取ったら大体ワンキル。どうも皆さん、聖国王龍です。さあ本日なんですが、新しいパックでね、強化されました聖国やっていきましょう。聖国デッキなんですけども、高校を取ったら大体ワンキルできます。高校取ったら大体ワンキルするって結構パワーワードですよね。まあちょっとBF でええやんけみたいな話はあるんですけども、聖国では聖国でしかできないようなね、バウンスっていうギミックがありますんで、ちょっと紹介していきたいなと思うんですが、聖国っていうデッキがそもそもですね、まあ、何をするかというと、リリースされたら、手札かデッキか墓地からドラゴン族の通常モンスターを、攻守をゼロにして特殊召喚するよっていうね、効果が、まあ、大体共通で持ってるんですよ。トフェニも持ってる、シーユも持ってる、アセトも持ってる、ネフテも持っていると。だから、モンスター、聖国モンスターをリリースして、戦っていく、そんな感じのデッキになってます。でですね、この召集力っていうね、召集の聖国員っていうこのカードがデッキから、まあ、聖国モンスター1体を手札に加えるっていう、まあ、要は打天使の追放みたいなカードなんですよ。小脇メールの混合格、ベイブレードみたいな効果なんですよ。でしかも単一制限ないんで、これがキーカードです。コンボパーツ揃えるための、UR3 積み高いくせに、なんかそんなめっちゃ強いかって言われると微妙なんで性格が好きな人は集めていただきたいんですけども、今回はスキルを光ると闇の交換にしていて、これなんでかっていうとですね、聖国デッキっていうのは通常モンスター、まあ、つまりデッキの中に積み木したら使えねえゴミを入れないといけないんですよ。だからそれをコズミックサイクロンでデッキに戻してコンボパーツを引いてくるというね、まあ、こういうギミックに変えると、まあ、そういうことですね。で、リリースしたら通常モンスター出してくれるんで、相性がいいエネミーコントローラーとかも入ってます。まあ、ドッキリ部隊とか、それから新しく追加された反射の聖国印とか、これとかね、こういうのも相性がいいんですけど、やっぱ素引きしてすぐ使いたいし、ワンキルするデッキなんで、まあ、エネコンが一番いいかなと、いったところでですね、エクシーズモンスターでですね、聖国、これが、ね、強いんですよ。これ聖国竜王アテムス、通称寿司三昧ね。寿司三昧ってやってるでしょこれドラゴン族レベル 6×2 で作れて、素材を、使うと攻守をゼロにしながらドラゴン族を何でも特殊召喚できるんですよ。まあ、OCG の方だとこれでレダメとか出してきたりとかするんですけれども、リンクスだとね、出してくるモンスター基本的に弱いんで、まあ、聖国出してきて、で次の展開につなげるということですね。で、こいつこの他効果を使うと攻撃ができないんですよ。なので、上に重ねてインチキエクシーズをすると殴れるようになると。ガイアドラゴンがねすごく強いインチキ効果を持っていて、貫通するプラス、ランク5、6のエクシーズモンスターの上に重ねることができるよっていう、まあ、そういう効果を持ってるんで、まあ、殴れなくなったアートムスとかの上に重ねるっていう感じですね、基本的な使い方としては。そしてこいつがねチューナーなんですよ。闇属性レベル6ドラゴン族の、なんで、5、6結構並んだりとか、まあ、6、6も並ぶんですけど、5、6結構並ぶんで、なんで、生体量1枚だけピン刺ししているっていう感じですね。まあ、こいつもなんだかんだ強いんでね。はい、というわけで、早速ね、聖国流高校ワンキルデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方クロノスでメディス選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ワルキューレ、ワルキューレかな、多分ワルキューレだと思うわ。トライトだね。だろ、ワルキューレ。オッケー、ワルキューレ久しぶり見たな。さあ、ドリット召喚、ドリット召喚成功時デッキからワルキューレ以外のワルキューレカードを手札に加えることができる。法要法、これあれじゃないの、普通なんだっけ、永続魔法を送ってさ特殊召喚するみたいな、持ってんのかな。あ、持ってない。なるほど。コズミックサイクロン最強だ。コズミックサイクロン効果そう。さあ、まずはその伏せカードをしっかりと割って、法要法でからのトフェに特殊召喚からの親友特殊召喚。さあ、流れ作業だ、ここからは。そしてトフェニーがリリースされた場合の効果を発動。デッキから通常モンスターを攻守ゼロにして特殊召喚、そしてレベル6が2体。これ使い捨てあるか、これ使い捨てねえな、これ後押しでいいや、前破壊してもんな。レベル6が2体来るぞ、ユーマ。ほんとかこれ、ほんとか、まあいいか別に、大丈夫だよ、これ本当か。いいんだよ、別にな、これでネクタしかいいんだよな。聖国竜王アーティメス、そして寿司三昧の効果発動。寿司三昧の効果によって、イカニカンを持ってくるぜ。そしてイカニカンの効果発動。アセットをリリースして
お前のモンスターを破壊、そしてリリースされたアセトドラゴンの効果、デッキからラブラドラドラゴンを特殊召喚、そしてレベル5のネフトドラゴンにレベル6ラブラドライドラゴンをチューニング、シンクロ召喚レベル12、聖体竜をシンクロ召喚、そしてインチキエクシーズレベル5、あランク56のモンスターの上に重ねてガイアドラゴンをエクシーズ召喚、バトルベースゴー、対戦ありがとうございました。これが聖国流スーパースシザンマイワンキル。聖国デッキ結構やっぱ高校ワンキル決まるの楽しいよね。先行プレミアムで先行マジノーガードエンドするしかないとかいうのがちょっと納得いかないみたいなのがありますけど、さあ高校ワンキルできないデッキはないからな。今ブラックマジシャンくらいか、高校ワンキルできないといえばあんまないよね。ガンクステッキも、ガンクステッキもしかもなんかモンスター出せなも気持ちな、まあ、とりあえずアセットは脳死で召喚するわ。まあなんかあるよね、なんかある、いいでしょう。もうわかんねえからいいわ、わかんねえけど全部やるわ、すべての罠踏み越えていこう。さあ闇ゆき選手、一番うっとしいのは底なし落とし穴あたりかな。底なしかデモンチェックとかうっとしいかな一番。さあアセット効果レベル6のラブラドライドラゴンを特殊召喚、ほいオッケー。さあまずはシュウの効果でトフェニをリリースし、てめえの魔法トラップカードを破壊させてもらおう。さあそのカードはなんだ、なんだあれは、クソインキャか、 そこらしいクソインキャじゃねえか、クソインキャじゃねえか、ラブラトライを特殊召喚だ。よし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 、いいぞ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 。そしてこれ一回寿司玉じゃな、レベル6のラブラドラドラゴンとレベル6のラブラドラドラゴンでエクシーズ召喚、現れろ聖国竜王アテムス。さあアテムス鬱陶しいな、鬱陶しいわ。ではもう一発いきますかね。でこれで召集力発動、さあデッキから私有を持ってきて、で私有リリース、いやこれアテムスリリースだな、アテムスリリースシール、これなんだろう。まあでも一応除去しに行くしかないか、除去しに行こう。シールの効果でシールリリース、シールシールリリースシールでエデコンあるからなんとかなれんじゃねえかなと思ってんですよね俺実は。でカナディアオーケー、さあとりあえず罠全部踏みました、罠は全て踏みました。でシール効果で墓地からラブラドライを特殊化していく、でエネコンセットでエンドで、これモンスター出してきたシーをリリースすればまた出てくるんで、ただでなんとかなりますね、なんとかなると思う多分。さあどうする、全部踏んでやったよ、セットいいだろう、聖国頼む、聖国来てくれ、神ゲーだ、神ゲーすぎた、何も光んねえ、神ゲーすぎた、これはこれは神ゲー、さすがに。でアセットですね、アセット何も光んないんだったら一回こうしてこうしてここ破壊して、はい、でアセット効果こうでしょ、で、レベル6が2体来るぞ、来るぞリューマ、俺はラブラドラドラゴン2体でオーバーレッドは心地く寿司三昧、寿司三昧の効果発動、ラブラドライを墓地に送って、トフェにペッてやって、でレベル6が2体来るぞリューマ、2体のモンスターでオーバーレッドワークを構築、エクシェンス召喚、セイクレットトリビスメシエ7、そしてメシエの効果エクシードユニットを1つ使って墓地のモンスターを1体手札に戻すことができる、そしてインチキエクシーズ召喚、ランク5、6のモンスターに上に重ねて人雷の騎士ガイアドラクーン、いけバトルベース、黙れ対戦ありがとうございました、クソインキャどもが、何がサングステじゃ、聖国にサングステは効かん、まあ結構効くんだけどね。さあお相手の方ジェイソン・ステイサム2体対戦よろしくお願いします。そんなゲロ甘い展開、そんなゲロ甘い展開であなた勝てると思ってんすか、そんなクソゲロ甘い展開で勝てると思ってるの草。さあとりあえずこうして、あのね、あれが何でも関係ないんですよ、私バウンスするんでね。さあ
こうしてアトゥムス、さあ寿司三昧をエキシーズ召喚、ほい。さあセイクリューをアトゥムスのモンサゴか、ユニットを使って、ユニットを使ってレベル、これ召喚金使ってるんだよ俺、召喚金使って、汗とで、今何でもいいのか、別にアドバンス召喚すればいいか。でこうして、でこうして、はいはい、でこれでボッチから特殊、はい、レベル6が2体来るぞ。リューマ、俺はレベル6のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、セイクリッドトリムス、メシエ7。さあメシエの効果を打つと、ユニットを使って相手のモンスターをバウンスできる、ヒョー。そして陣内の騎士ガイアドラグーンをインチキエクシーズ召喚。残念だったらジェイソン・ステイサムよ、はい、なにやるな、さあ長いやるな、殴っていいか、そスキルなんだ、迷宮か。でもバランスって言ってなかったから多分迷宮だと思うんだよね。これ何デッキですか。カイトロイドキモいな、テクダイオハツ1まで止まりますからね、このデッキは全てが。まあでも言うてトレミス強いけどね。レスラビやばい、レスラビはやばいこと来そう、レスラビはやばい。ギャラクシーサーペント、はギャラクシーサーペント、なるほど、ギャラサイ、迷宮作成、なるほどなるほど。これ、レベル5だっけ、5678 9、やばい、魔法の呪文だ、やばい、トルシューだ来るぞ、トルシューだ。え、なにこれ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 、誰が来るの、グリオンカード、やばいやばいやばい、それはやばい、ちょ、やめてよやめてよ、それはないわ、それはないわ、知らないか、でもなんかある、なんだこれ、イージーチューニング、え、天才すぎない。